山本里志成とは、地方競馬の岩手県競馬組合、水沢競馬場、佐藤孝一旧社所属の騎手である。勝負服の柄は赤、白鏡子型、袖白一本輪。岩手県岩手郡葛巻町出身。血液型 B 型、地方競馬共用センター騎手家庭第81期生。同じ岩手県競馬組合に所属する、山本聖里志騎手は、実刑。 船橋競馬場所属の騎手、山本里式は実定。2005年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月16日、第2回水卓競馬1日目第2競争 C3、条件戦シンボリプレイリーで、初騎乗。同年5月14日、第1回盛岡競馬1日目第3競争 C3、条件戦を、シンボリプレイリーで優勝し、 20戦目で、初勝利。2007年3月21日、第21回全日本新人王総派戦優勝。2008年12月27日第12回、水卓競馬1日目第1競争 C27 組条件戦を、当選クレストで優勝し、1467戦目で、地方競馬通算100勝達成。 2009年8月29日第3回新潟競馬5日目、第11競争トキステークスで当選座王に起場し、中央競馬初起場。2013年6月9日、早知根賞をスーパーワシントンで勝利し、重賞初制覇。2019年の冬季の岩手競馬オフシーズンには、佐賀競馬で期間限定起場し、2月11日の佐賀記念では、 福永祐一から乗り換わって帰場した JRA 所属は平ぼくらターシュで人馬ともに初のダートグレード競争優勝を果たした2021年8月24日森岡競馬第5競争をホーリーバジルで勝利して通算2000勝を達成した岩手競馬史上5人目岩手競馬史上最速の16年4ヶ月での達成岩手競馬のオフシーズンには 他地区の競馬場にて期間限定騎場を行っている。ありがとうございます。